はい、4センチメートル R 横川店、ダイです。マスです。ケアです。ユキです。はい、今回なんですけど、美容室あるあるっていうのをネットで探して4つ実際にやってみました。イエーイ。実際4つやってみて、僕ら普段美容師してるんですけど、お客様っていうのはこういった風に思ってるんだなっていうのがあって、すごく面白かったですよね。マス、そうですね、そこないじゃんって思いましたね。そうそうそう、意外と あそこ気になるんやなみたいな、まあななるよなみたいなとこもあったし、まあ、ケイヤはどうやった？そうですね、細かいところまでしっかり僕も勉強になりましたし、よかったです。あ、本当にやっぱお客様の声っていうのがね、一番大事だと思うから、でもそれを実際やってみるとね、気をつけようとはなるよね。なります。ユキ、どう？そうですね、美容師してるとそのお客様目線もやっぱ見えなくなってくるんで、改めてなんか知る機会にもなるかなと思います。ね、そう、お客さんの気持ちを知れて、まあ普段からやっぱ美容師をしてると見えないところを教えてもらった感じで、すごく楽しい動画になってるんで、よかったら見てください。イエーイ。どうぞどうぞ。はい、お電話でございます。 4cm 横川店、浜田でございます。マッスー様ですね。はい、あ、カットカラートリートメントで、はい、ありがとうございます。ちなみに担当者のご希望はございますか？本当は第三がいいけど、恥ずかしいから誰でもいいか。あ、誰でもいいです。はい、どのスタッフでも大丈夫なんですね。はい、ありがとうございます。そうしましたら明日の、3時にご予約受けたまりましたので、お待ちしております。はい、ありがとうございます。さあ、失礼します。どうも、ケイヤです。今日はどれぐらいいる？ちょっと毛先。ちょっとだけ。あ、ちょっとだけ。はい、前髪はどうする？あ、OK。じゃあもう本で大丈夫だし、じゃあシャンプー台とか。うわぁ、最悪だ。指名しとけばよかった。じゃあ、今回切っていきますね。はい、お願いします。この後どっか行かれるんですか？あ、はい。あ、どこ行くんですか？ちょっとランチに。あ、ランチいいですね。はい。誰と行くんですか？あ、友達です。あ、友達ですか？はい。どこの方ですか？今日ランチだけですか？あ、そうです。あ、そうなんですか。でも今からランチですか？あ、今からです。夜とか予定はないですか？あ、夜はないですね。あ、夜ないですね。はい。基本休日ってそんなもんですか？もう何でもいいけど喋りたくないです、ね、気づいてよ。はい、それでは乾かしていきますね。はい、お願いします。はい、今日は天気いいですけど、どっか行かれるんですか？はい。そうですよ、天気良かったらやっぱ金沢だったら兼六園とか行きますよね。絶対楽しいですよ。行ったことありますよね？はい、ありますよね。はい。ご飯とかも食べないんですか？あ、食べない。なんて言ってるのか全然聞こえない。お疲れ様です。はい、いいです。で、最後の仕上げなんですけど、はい、ちょっと浜さんに仕上げてもらうんで。はい、お願いします。じゃあ浜さんいいですか？はい、です。仕上げなんですけど、こうさっと後ろに流して、この丸みを出して、で後ろの方もこうトップのボリューム出して押さえるだけで仕上がりますんで、はい、こっちを右にかけたら完璧です。
こんな感じで。はい。どうですか。大丈夫です。大丈夫ですね。はい。お、かっこよくなってみたい。はい。そしたら本日ありがとうございました。ありがとうございます。またお待ちしますので。はい。こちらどうぞ。はあ？こんだけのために15分待ったわけ？いやー、皆さんどうですか、実際撮ってみて。いや、楽しかったですね。楽しかったです、ね、楽しかったですね。この4つのあるあるやってみて、ドライヤーの音が音で聞こえないとかっていうのはよくあることやなって、自分たちもやっぱり喋ってて、あ、聞こえてないなみたいなね、実際にありますよね。多分あの優しさで相槌を打ってくれてるんだろうなっていうのを感じる瞬間はありますよね。そう、そういう瞬間があるので、やっぱそういうところもやっぱ気を使っていけるような美容師になっていくといいなって思えて、すごく楽しい動画が撮れて僕たちはすごく良かったなと思います。で、横川店ではもうこの4つはね、ケア撲滅します。イエイ、これでいい、これでいい。これどう、自分が締め。はい、今回は溶接 TV をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。お願いします。